今日の始球式は金田正一さん、監督で日本一をロッテで経験されました。金田さんとしては複雑かもしれませんね。巨人でプレーしてロッテで監督、はい、この展開1回の表です。マーフィーがワンアウトランナー2塁1塁というピンチで4番のラミレスを迎えて、ショートへのダブルプレー。これでマーフィーリズムに乗りました。2回の表のピッチングがナイスピッチング、3者連続三振でした。その1回の裏ですが、先頭バッターの西岡ツーベース。22試合でこの連続ヒットが試合ヒットが途切れたんですが、今江が送ってワンアウト三塁から4番のキム・テギュン、井口凡退の後にこの高いバウンドが幸いしました。1点をまず取ります。ベースに当たりましたね、はい、さらに3回の裏です。先発の宇都宮、この回またツーベースを南に打たれてバントで送られて三塁。今江がもう本当にジャストミート。さらにキム・テギュンのこれツーベースとなるんですが、タイミングは完璧にアウトと言っていいです。いやいいですよね。タッチが甘く、そして大松のライト線のツーベース、これで宇都宮をノックアウトします。4対0。さらに4回の裏、西岡がワンアウトランナー2塁1塁でタイムリーヒット、5対0。バットを折ってダブルプレーかと思ったんですが、ウィスポ送球ミス。そして井口がランナーワンアウト三塁一塁で犠牲フライ、7対0。キム・テギュンのセンターバックスクリーンへのツーランホームラン、これで9対0。6回の表です。ツーアウトランナー二塁でマーフィー、ラミレスをライトフライに打ち取ります。いやー、もう西本ピッチングコーチが会心のピッチングで、さらに6回の裏、ワンアウト三塁一塁からサブロータイムリー。今日が34歳のバースデーでした。里崎サードへのゴロで古木がエラー、これでまた1点を取って10点目、2桁得点。7回の表ですが、ワンアウトランナー2塁1塁で谷の打球がショートへのライナーでダブルプレー。7回までヒット4本で抑え切りましたマーフィー。さらにロッテは1点を追加して11対0で、これでゲーム終了です。